イエローカード、イエローカード、イエローカードとは一部のスポーツにおいて、非真指的行為等を行った選手に対して審判が警告を宣するときに提示する黄色のカードのことである。単にイエローと言い表すこともある。主にサッカーで見られるが、他のスポーツでも同様に警告の意味付けで用いられることがある。また、イエローカードという語自体が一般化して、 次に同じことを行えば何らかの措置を取るいうニュアンスを持って使われることも多い。かつては同様の警告、退場処分は主審の高等によって行われていたが、国際試合の多いサッカーでは言葉が通じないことが少なからずある。退場処分を下したにもかかわらず、その意図が理解されずにプレーを続行する選手がいたという事態も生じた。そこで見て、 すぐに理解できるようにカードの提示制度が導入された。イエローカードは赤色のレッドカードとともに種事の警告行為の対応に合わせて段階的に用いるものとしているスポーツが多い。ただし警告や注意喚起の方法は必ずしも一様ではなく、例えば競歩では反則の判定にレッドカードが用いられるが歩み方の修正にはイエローカードではなく、 イエローパドルを用いる。警告者に対してイエローカードを提示する規定はサッカーのルールとなるロース・オブ・ザ・ゲー。日本サッカー協会ではサッカー競技規則の第12条ファウルと不正行為フールズミスコンダクトの中で規定されている。ファウル、サッカーも参照のこと。イエローカードは合成樹脂などでできた黄色のプレートで 理面は対戦する二つのチームに区分され、それぞれ、背番号、時間、理由の記入欄が設けられている。一般的な試合では、累積で、イエローカードを2枚突きつけられた選手は、直近の同大会の試合については出場停止となる。J リーグでは、リーグ戦、J1、J2、J3 のすべてにおいては、累積4枚で、次回の試合出場停止となる。 容疑者が次の7項目の違反をした場合、警告を与え、イエローカードを示すと規定している。イエローカードは前日の通り主審が警告を与えた時に示される有待物であって、警告自体ではない。当該選手やその他の選手、監督、コーチ、副審、観客などはこれにより、明確に当該選手が警告されたことを知るのである。ただし、 サッカーの話題におけるイエローカードという言葉は警告と同義で扱われることがほとんどである。例えばリーグ戦など複数の試合で構成される大会では通常各試合で受けた警告の数を累積してカウントし一定数大会によって異なるに達すると出場停止処分などが課せられる。カウントされるのは警告の数でありイエローカードの数というと規則上は 正しい表現ではないものの、一般的な会話やテレビ解説などでは、選手は何枚目のイエローで、次節出場停止のように言われる。また、同じ試合の中で二つ目の警告を受けると退場を命じられて、レッドカードを示されるが、競技規則第十二条、これも二枚目のイエローなどと言われることが多い。なお、この場合は、主審が一方の手でイエローカードを示した後、 もう一方の手で、レッドカードを上に上げて示し、二つ目の警告による、退場であることを示す。ラグビーでは悪質な反則や、同じ反則を繰り返した選手に対して、イエローカードが提示される。サッカーとは異なり10分間の退出を命じられ、これを、新便、新便、新イコール違反、便イコール置き場と呼ぶ。同一試合で二度、または、 レギュレーション内で3度繰り返すと、レッドカード退場となる。なお、ゼブラカードが設けられて、以降は、ゼブラカードを提示された側のチームの全選手がカード提示を受けたとみなされる。公式試合において、競技者やベンチスタッフ、監督、コーチなどが不法な行為、審判に暴言を吐いたり、試合進行を遅延するなどの悪質な行動を行うと、 主審からチームに対して、口頭での警告が与えられる。口頭警告を受けたチームのメンバーが不法な行為を繰り返した場合、主審からイエローカードが提示され、警告が与えられる。またその後、同様の行為を繰り返した場合は、レッドカードが掲示され、相手チームには1点が加算、サーブ権も相手に移動する。また、イエローカードとレッドカードを2枚とも片手に持ち、 同時に掲示された場合、そのセットのみ退場となり、ペナルティーエリアに隔離される。イエローカードとレッドカードをそれぞれ両手に持ち、提示された場合は、その試合は出場停止となり、試合会場からの退去を命じられる。また、遅延行為の際は、イエローカードや、レッドカードを腕に当てて示される。バレーボールと類似のスポーツである、ビーチバレーでも、反スポーツ的行為に対して、 イエローカードが用いられる。ただしイエローカードはあくまで警告の意味で提示され、罰則はない。フィールドホッケーでは危険、不当な行為もしくは、行為の反則があった場合、反則の度合いに応じて、イエローカードが提示されることがある。イエローカードは5分間以上、審判が指定した時間の一時退場を意味する、この他に警告を示すグリーンカード。 永久退場を示すレッドカードが用いられる。バドミントンでは、公式競技規則において、不貧困な振る舞いが定義されている。これに最初に違反した場合、警告となり、主審がイエローカードを提示する。罰則はない。不貧困の度合いに応じて、レッドカード、ホルト及びブラックカード、失格も用いられる。 卓球では定められた時間以外でコーチもしくは控え選手がコートでプレーしている選手に対してアドバイスを与えた場合審判がイエローカードを提示して警告する。レッドカード、退場も用いられる。ハンドボールでは4種類の罰則、警告、退場、失格、追放のうち警告で出され、危険な反則やスポーツマンシップに反する行為と、 審判が判断した場合に提示される。サッカーに類似したスポーツであるフットサル及びビーチサッカーでも同様にイエローカードのルールが定義されている。運用方法はサッカーとほぼ同様である。K1 においてもイエローカードのルールが定義されている。当初は警告処分を表し1試合で2枚もらうとレッドカードを提示され原点となっていたが年のルール改正後は 原点を表し3枚もらうと、レッドカードを提示され失格となる。ソフトテニスにおいては、競技規則第41条に警告に関する記述がある。ソフトテニスでの警告の運用は、サッカーと異なり、イエローカードとレッドカードの区別はなく、どちらも同じ警告として扱われる。一度目、二度目の警告はアンパイアより、イエローカードが提示され、三度目の警告で、 アンパイアがレフェリーと競技の上レッドカードを提示し、試合終了、レフェリーストップゲームセットなる。サッカーのように、一発レッドなどと言われる一度の警告で試合打ち切りになることはない。柔道において、指導の累積は、イエローカードで表示される。日本女子、プロゴルフ協会、ルプガでは2012年から、支援行為、スロープレーに対して、従来の口頭による注意から、 イエローカードによる警告を試験的に導入している。アイスホッケーにおいては、ラフプレーが起きた場合、大きく6段階のペナルティが存在する。このうち、イエローカードに相当する次元退場、この間、ペナルティーボックスへ待機するは種類ある。スポーツに限らず黄色の注意文書をイエローカードと称している場合があり、 例えば自転車の交通マナーの監視指導などでイエローカードと称する注意文書を手渡している警察署もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。